オール日本ニュースネットワーク、オール日本ニュースネットワーク、オール日本ニュースネットワークは、テレビ朝日 EX をキー局とする日本の民放テレビのニュースネットワークである。略称としてアン、ANN が使用される。本校では、アンがニュースとは別関係の二重事業として行っている番組供給ネットワークのテレビ朝日ネットワーク、 TV 朝日ネットワークについても解説する。なお、一般に、本校で解説する、案と、テレビ朝日ネットワークとを合わせて、テレビ朝日系列という。案は、正式名称の、オール日本ニュースネットワーク、オール、日本ニュースネットワークを略したものであるが、キー局のテレビ朝日が、朝日新聞社の系列企業であるのみならず加盟局の、班も、 朝日お社名に関していることもあり、朝日ニュースネットワーク、朝日ニュースネットワークの略と誤認されることも珍しくない。ただしこれに関して、当初は朝日ニュースネットワークとするつもりだったが、当時の MBS テレビが安価名局であったことや、メインネットとしていない、クロスネット局には朝日新聞との連載が薄いつぼんでもあったことから、朝日を名乗ることができず、A の部分を オール日本に置き換えたとする説もある。案は、付帯事業として、一般番組供給系列も兼ねているが、ニュースとは別扱いとしているため、現在は、テレビ朝日ネットワーク、通称、テレ朝ネットワーク、テレビ朝日系列等の名称を使用し、包括的番組供給については、現在は、フルネット局のみをこの対象とし、 クロスネット局に対しては最低限のネット保障としている。また、この番組供給系列には TBS 系列で JNN が付帯事業として運営している TBS ネットワークと同様に日本テレビ系列の NNS や富士テレビ系列の FNS のような略称が定められていない。2018年4月現在の加盟局は24のフルネット局と 二つのクロスネット局、福井放送、FBC、テレビ宮崎、ムックの26局で構成されている。機関局のうち、九州朝日放送、KBC のみラテ県営で、それ以外はすべてテレビ単営である。アンニュースサイトのアンネットワークのリンクには、クロスネット局も含まれているが、テレビ朝日公式サイトの系列局のリンクは、フルネット局のみとなっている。 アンニュース協定とネットワーク業務協定には26局すべてが参加しているが、スポーツニュース制作協定は、クロスネット2局以外の24局の参加となっている。なお、教育、教養分野の番組については、旧、ネットテレビの時代に、学校放送の全国ネットを受けていたつぼねが存在する関係で、アンとは別に、民間放送教育協会、 民協協が設けられていて、民協協番組は基本的にテレ朝ネットワークに流れない。民協協の加盟局にはその地域の第一局が多いこともあり、TBS 系列が全33局中16局を占める。アン系列かつ民協協にも加盟しているつぼねは、フルネット局はテレビ朝日、朝日放送テレビ、メテレの3局だけであり、 クロスネット局も福井放送だけである。案のロゴは2003年のテレ朝本社の六本木ヒルズ移転に伴い、当記事冒頭に掲載されているロゴデザインに変更している。また、ロゴマークの色は原則濃い青の背景と白抜き文字で表示する。地上デジタル放送のリモコンキー ID はテレビ朝日をはじめとして5が多いが北海道テレビ HTB め。 テレ、朝日放送テレビが6、福井放送、FBC が7、九州朝日放送、KBC が1、テレビ宮崎、ん c くが3である。なお、リモコンキー ID に5を使用しないつぼねのうちでは、ABC と KBC のみ、アナログ親局のチャンネル番号を引き継いだ。案は1 9七十年一月一日に、日本教育テレビ、ネットテレビ、 ネット、全国朝日放送、AinB、テレビ朝日、EX、沖井局に発足し、1974年4月1日に、各地の系列局とニュース協定を結んだことによ、正式なニュースネットワークとして組織された。ネットテレビのニュースは、同所自ら出資する共同テレビジョニュース社が制作、及び配給を行う、共同、テレニュースを放送する予定であったが、 同じ東京地区にある富士テレビも共同テレニースを放送することになっていたため重複を避けるべく開局直前にネットテレビの親会社筋である東映が朝日新聞社と提携して朝日テレビニュース社を設立し同社からニュース提供を受けることに変更1959年の開局と同時にネットニュースが放送されたがこの番組は 朝日新聞社の関係で当初から九州朝日放送、KBC に同時ネットされた。この時、案の骨子が形成されたと言える。ただし、翌1960年3月までは、この番組は、関西地区では、未放送で、関西地区の取材は東映が契約した地元カメラマン、映画監視等によって行われていた。1960年4月以降関西地区では、 毎日新聞社系の MBS テレビで放送されるが、これは朝日放送が大阪テレビ放送時代より、ラジオ東京、現在の TBS テレビとニュース協定を結んでいたため、ネットニュースが放送されなかったからである。なお、MBS テレビはこのネット受けまでは、ニュース番組を自社制作で賄っていた。その後、アナログの UHF 局の大量免許。 開局に伴いネット局が増加したため1970年1月1日にネットニュースをアンニュースに拡大したが相変わらず朝日テレビニュース社が制作した外中ニュース番組をネット各局が購入する形をとっていた。ちなみにアンが発足した1970年当時の加盟局数は19局であったがこのうちアン単独加盟フルネット局となったのは キー局のテレビ朝日、当時は、ネットテレビを除けば、北海道テレビ、MBS テレビ、瀬戸内海放送、九州朝日放送の4局だけであった。また、中京行域危険については、名古屋テレビと中京テレビの2局が、重複加盟していたほか、案発足直後は、岡山、高松両地域が行域危険化する前であったため、岡山放送と瀬戸内海放送が揃って、 加盟していた。この当時は重複加盟ではなかった。1972年版、日本民間放送年間に出向した、ネットテレビの広告には、ネットラインネットワークの名称で、北海道テレビ、青森テレビテレビはて、宮城テレビ、福島中央テレビ、名古屋テレ、中京テレビ MBS テレビ、岡山放送、広島ホームテレビテレビ山口、瀬戸内海放送、九州朝日放送、 テレビ熊本、テレビ大分、テレビ宮崎、鹿児島テレビの17局が当時の略称で記されていた。1975年には朝日新聞社の意向で新聞社との資本関係を明確にするため、いわゆるネットチェンジ、超年展開賞制作、同年3月31日より、純記局が MBS テレビから朝日放送テレビに変更れている。 テレビ放送を主体に行う放送ネットワークとしては、系列局の整備が多系列と比較して大きく出遅れたため、他系列メインのクロスネット局が多い時代が長く、続き、特に1970年代以後に開局多新局の多くは UHF であるため、以前から先発 VHF で放送していたモーニングショー、アフタヌーンショーや一部のドラマパラエティなどの多くのスポンサードネット番組は、 アン系列開局後もサービスエリアが VHF より狭くなることや中継局が整備されていないことから視聴者保護の観点であえて UHF 新局に移行せず既存 VHF でのネットを維持した例が多数存在る1989年時点でのフルネット局はわずか12局のみであったがその後バブル経済当時に郵政省、現在の総務省が推進した 全国4局化により、フルネット局新曲が増え、1989年の熊本朝日放送開局を皮切りに、1996年10月の岩手朝日テレビ開局までに、現在のフルネット局24局ネットワークを完成させ、7年間で文字通り倍増した。なお多局化が進んで以降、一部機関局は、 ブロックのまとめ役としての役割を担っており、テレビ朝日社長の働きかけにより、東北及び九州地区での経営統合を前提とした放送法の特例が設けられ、案をメインとしないクロスネット局にも、同時、または遅れ、先行ネットの番組にもフルネット局と同様のネット保証が受けられ、その保証金が高額だったため、クロスネット局は案を離れ辛かったという。 なお俗に、ハイタ協定とも言われる、JNN のニュース協定との関係上、クロスネット時代のテレビや口のように、ニュース番組をネットせず、一般番組のみのネット保証契約を結んでいた、例もあった。ちなみに、現在の JNN では、ハイタ協定の解釈上、他系列とのクロスネットを組むことは、不可能である。この表は、日本民間放送連盟公式サイト、 会員者放送局ページの表記に順じて記載している一部に例外あり。委員は加盟当時メインネットであったつぼねは正式に加盟していなかったが加盟局に順じたラインネット番組編成を行っていたつぼね。ここでは報道取材拠点としてのもののみを取り上げる。支局所在地に別途加盟局が存在するものは除く。取材も充実のため。 加盟局のない地域を中心に支局を置いている。これらの支局は、地元のケーブルテレビ会社及び、技術会社への委託、もしくは駐在カメラマンの派遣により運営されている。ただし、支局管内で大事件、大規模な自然災害が起きた時は、本社やキー局、近くの加盟局から取材の応援が来る。他のニュースネットワークと違い、案は、 全ての加盟局がない地域に支局を置いており、民放テレビが一局しかない徳島県、朝日放送テレビと佐賀県、九州朝日放送は唯一の域外支局となってる。また、大半の域外支局は、朝日新聞リアルエステートが管理する物件を利用している。これは、全国紙の朝日新聞の影響とみられる。アンニュースにおける、 関東ローカル枠や土日午後のスポット枠では、関東のニュース、季節の話題に加えて、以下のテレビ朝日のご支局から、ニュース、季節の話題も伝えられる。以下は、各局のウェブサイトや、会社案内などには書かれていないが、インターネットタウンページや現地での存在が確認できたもの。2018年4月現在、海外支局は、 ン加盟各局が案の承認を得た上で開設し、運営にはン基金より費用が補助されている。海外支局はそのほとんどをテレビ朝日及び朝日放送テレビが運営しているが、静岡朝日テレビも一箇所を運営している。その他の機関局は既存支局への人員派遣という形で協力を行っている。また、以前はンシンガポール支局、名古屋テレビが 運営が存在したが、2007年までに閉鎖された。運営に際して、朝日放送テレビは、かなりの独自性を持っていることが多系列と決定的に異なる。朝日放送テレビの社員は、同社が開設した支局のみに派遣され、海外でも、同社社員の肩書きと、同社から支給された名刺を使用して、取材活動を行う。これは重大ニュース発生でた支局の応援に出た。 場合でも同様である。一方、テレビ朝日、朝日放送テレビ以外の系列局から派遣された特派員は、形式上テレビ朝日に出向したものとして取り扱われることがあり、テレビ朝日のプロパー社員に順次ながらも、出身局名を架かした特注の名刺をテレビ朝日が用意する。なお、テレビ朝日は、アメリカのニュース専門放送局 CNN と提携しており、 重大事件などの際には CNN の映像を使用することもある。選挙、台風、地震、他に大型の事件、事故の際に報道特別番組が放送される。出口調査などを利用し、開票状況を伝える特別番組を放送。朝日新聞社と関係が深いつ根が多い点を活かし、21世紀に入って以降、特に大規模な選挙では、 朝日新聞社と共同で選挙報道に当たっていい。インターネット上の選挙特設サイトも朝日新聞デジタルと案が共同で開設している。震度3以上を観測した揺れについてはニュース速報の形式で伝え、場合によっては市町村別震度も伝える。なお、その際に表示される画面の地名には唯一振り仮名が振ってある。 規模が、大きな地震についてては、長時間ににわたって伝える。地震に伴う津波に関しても同様の処置をとる。報道特番を組むか否かの判断は編成局長に一任されている。これは台風や突発的な事件、事故の場合も同様。台風時は各局で編成されるため全ての加盟局に向けた特別番組の放送は滅多にしない。また、 通常のニュース、情報番組の中で番組の多くを台風情報に当てるなどして対応する。1970年代にアン系列のフルネット、マストバイ各局が共同制作を担当する連続ドラマが制作されたことがある。その他、1981年から放送されている全国高等学校野球選手権大会のダイジェスト番組、ネット甲子園も 漢字制作は、朝日放送テレビ EX の2社だが、それ以外の案、フルネット各局が制作協力という形でクレジットされていた時期があった。かつての案ニュース系の番組の多くは共通のテーマ局を用いていた。山梨県では案系列局がないものの、東部では直接受信でき、またケーブルテレビと協調設備の普及率が90%以上のため、 ほとんどの地域ではテレビ朝日を視聴できるほか、富士山周辺闇の部地域では静岡朝日テレビが視聴可能。また、地元民放2局でも一部番組を同時、自差ネットを行っている。北陸地方では現在、石川県の北陸朝日放送、ハブのみがフルネットとなっている。そのため、北陸朝日放送が直接受信できる地域以外では、 富山県では、北日本放送と富山テレビ、そして、チューリップテレビ、福井県では、福井放送、クロスネット加盟と福井テレビで一部番組を放送しているほか、ケーブルテレビでは、富山県と福井県の霊北地方、南越前町を除くでは、首都市北陸朝日、放送、富山県東部地方では、新潟テレビ 21UX、福井県霊南地方、 霊北地方の南越前町を含むは朝日放送テレビを区域外再放送で視聴している世帯が多い。徳島県は加盟局がないものの朝日放送テレビのローカルニュースや選挙特番においては近畿と徳島のといった具合で近畿エリア内の各府県と同様に取り扱う。また地元局四国放送でも一部番組を放送している。 また、ケーブルテレビでは朝日放送テレビを区域外再放送する地域がほとんどであるが、一部局は瀬戸内海放送を配信する場合もある。山陰地方、高知県では現在フルネット、クロスネットとも加盟局がないので、直接受信できる放送局で番組販売を受けているほか、ケーブルテレビでは、高知県では東部で瀬戸内海放送。 2011年2月8日より、高知ケーブルテレビで、デジタル再送信開始、西部で愛媛朝日テレビ、伊都、鳥取県では主に朝日放送テレビ、瀬戸内海放送、KSB、島根県では、石西地区以外では、広島ホームテレビ、おめ、石西地方では山口朝日放送、ヤブの各局を配信しているつぼねが存在する。なお、2007年2月6日の、 スーパー J チャンネルで西日本でショーの話題を放送した際、高知県にあるサメウラダム上空からのヘリコプター取材があったが、この取材は朝日放送テレビではなく、瀬戸内海放送が担当していた。佐賀県は地元の民放が佐賀テレビだけであるが、福岡県、熊本県、長崎県の電波が入る環境にあり、九州朝日放送、KBC、 熊本朝日放送、コップ、長崎文化放送、NCC を受信。佐賀県内では、九州朝日放送がよく見られており、九州朝日放送も朝日新聞佐賀総局の2階に、市局を開設していて、ローカルニュースや、選挙特番等も佐賀県分も取り扱っているので、実質的には九州朝放送の、放送エリア扱いと言える。宮崎県では、 現状テレビ宮崎、んっくが、クロスネット加盟をしているが、メイン配信が N N、FNN、FNS、フジテレビ系列と、NNN、日本テレビ系列のニュースネットが中心となるため、テレビ宮崎で放送されない番組は、宮崎放送、MRT に、晩飯を行っている、日本テレビ系列も宮崎放送への晩飯あり。なお、九州、 沖縄県含むのアン系列ブロックネット対番組スーパー J チンネル九州沖縄の宮崎県の取材は熊本朝日放送が担当しているスーパーモーニングは2009年3月まで宮崎放送でネットされていたが制作協力テレビ宮崎になっている沖縄県の先島諸島では長らく琉球朝日放送ホップの中継局がなく ケーブルテレビでの再配信も行われていないため、琉球朝日放送を受信できない状況にあったが、2009年にデジタル新局が開局したことによりこの事態は解消された。また、大東諸島でもアナログ放送では、中継局に限らず、ケーブル局もないためこれまでは、通信衛星で受信したテレビ朝日の映像を再受信、後に、 地デジ南市対策衛星放送による直接受信して放送していたが、こちらも2011年にデジタル新局が開局したことによりこの事態は解消された。なお、地上デジタルテレビでは現在ケーブルテレビの区域外再放送を基本的に認めない方針のため、将来的にはケーブルテレビでの受信ができない場合がある。その状況の中、テレビ朝日は山梨県に 北陸朝日放送は富山県と福井県で北地方に朝日放送テレビは福井県で南地方と徳島県に九州朝日放送は佐賀県にそれぞれ地上デジタル放送の区域外再放送の許可を出している。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。